やあみんな元気かな。今回は早々のフリーレンのヒンメルを折り紙で作っていくよ。材料はこちら。ネズミ色の通常折り紙1枚と剣の鞘になる部分白色1/2枚、あとは金色のポスカとマスキングテープ、そして剣の宝玉の部分、私はシールで使ったけどシールがなければ折り紙でやったりポスカで色を塗ったりして作ろうね。さあ剣を作っていくよ。私は初め銀色の折り紙で折っていったけどとっても折りづらくて大変だったのでネズミ色の折り紙を使うことにしたよ。銀色で頑張りたいなって子はぜひぜひチャレンジしてみてね。剣の基本の部分がこれならマスキングテープやポスカなどを使って剣をかっこよく完成させていくよ。
鞘になる部分を作って、ヒンメルの剣の完成です。チャンネル登録よろしくお願いします。次にヒンメルを作っていくよ。体の部分は別の動画で何回か上げているので、そちらを見て参考にしてみてね。まずズボンから折っていくよ。白色の折り紙1枚使います。折り紙アシスタントの猫ちゃん、アシニャンがかなり写り込んでいます。今回も一生懸命ヒンメルの作業をお手伝いしてくれたんだよ。アシニャン、いつもお手伝いありがとう。次は上の服を作っていくよ。通常サイズの折り紙、濃い青色を1枚と2分の1枚のサイズの折り紙を使って作っていくよ。全体の服が完成したら、マスキングテープやシールなどを使って細かいパーツを作ってつけていくよ。
ヒンメルの服が完成したら髪の毛を作っていくよ。髪の毛は7ミリから9ミリぐらいでカッターでカットしていくよ。カッターが怖いなって子はハサミで切ってもいいと思うよ。材料は水色折り紙2枚、薄水色折り紙1枚、肉色を1枚使ったよ。色がないなって子は薄めの水色を合わせていろいろ使って作ってもいいと思うよ。マントは少し黄みがかった白だったので、青色がなかったため、私は白い折り紙の間にクリーム色の折り紙をサンドして、薄い黄みがかった白色を作ってみたよ。みんなもそれぞれアレンジして、自分だけの色を作っていこうね。ポスカでデコってヒンメルの完成。今回私はある名場面を再現するためお花をいっぱい作ったよ。まで